何やってんのチカラくん。いやちょっと古いけどやっぱりいいとこだなと思って。松本润跟上户彩演夫妻，一家四口搬到新社区，而松本润的角色善良又鸡婆，出手助人前总是想很多，反差形象超新鲜。肩についた糸くずを取ろうとしてためらう力、よく見ると服のデザインに見えなくもない。あらゴミついてるわよ。有趣的是，新戏当中还有松岛菜菜子化身隔壁邻居大婶，顶着卷卷泡面头突破过往女神形象，这也是双方回违十年第三度合作。あなた見かけない顔だけど。403に越してきた中越です。じゃあうちの隣じゃない。404の道尾より子です。同样是最近要登场的日剧，还有小原良子的《金鱼妻》，描述有着不幸婚姻的六位人妻，对婚姻感到害怕、绝望时，控制不住欲望，展开外遇、禁忌之恋。不倫ってことですか？多いんですよ。夫だけじゃなく、妻も。不倫なんて考えられない。戏剧当中有许多破尺度的演出，另外还有米仓凉子、横滨流星主演的《新闻记者》也已经在平台上线。なんでここまでやるんですか？私は一人になっても戦い続けますから。米仓凉子演记者，面临手握重权之人，企图阻止报道，依旧放胆追寻真相。几部日剧接力上映，大卡司加持，也让剧情增添看点。TVBS 新闻庄权神讲了的。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。